オーバーチェントは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のオーデンバルト軍に属す市で、ある。2018年1月1日に、ベアフェルデンシュとヘッセネック、ローテンベルク、ゼンスバッハタールが合併して成立した。市の面積165.5平方キロメートルは、軍全体の1、4にあたり、フランクフルトアムマイン、ビースバーデンに次いで、 ヘッセン州で3番目に広い市である。この合併は、1979年のヘッセン州の地域再編以後、州で最初の市町村再編である。2019年12月31日現在の地域にあたる人口の総計は、公文エラー、予期しない演算市です。人である。オーバーチェントは、ベイアフェルデンを首言とするヘッセン州。 オーデンバルト軍南部の伝統的な古称である。この名称は中世の裁判官区である、ゼントに由来する。このゼント裁判所に関するものとして、ドイツ連邦内に現存する最大の公主代、ベイアフェルダー・ガルゲンがある。この地域は現在、モッサウタールを含めて、ベイアフェルダーラントとして、観光に売り出している。この地域名は、学校、欧州レの由来になったものとして、 ベアフェルデンの父兄の間では親しまれていた。ベアフェルデンのオーバーゼント博物館は、市や地域の歴史を紹介している。この他にも、この地域にはこの名称を使ったクラブが多くある。オーバーゼントと境を接するミヒエルシュタット周辺のオーデンバルト軍北部はしばしば、ウンターゼントと呼ばれる。しかしこの古称は、歴史的には、 根拠が見つけられず、近代以降に呼ばれるようになったものである。オーバーツェントは、北はモッサウタール、エアバッハ及びキルヒツェル、東はムーダウ、南はヒルシュホルン及びエーバーバッハ西はバルミヒエルと境を接している。オーバーツェント市は以下の市区から構成されている。十九の市区を有するオーバーツェントは、ハイデンロートと並んで、ヘッセン州で、 最もし数の多い市である。2000年から2014年までの間に、ベアフェルデンでは200人分の職場が失われた。1990年から2015年までの間に、人口は約10%減少した。この間ドイツの人口は約1.8%増加した。本市に含まれる、ベイアフェルデン以外の町村でも同様で、 この25年間にオーバーツェントの人口は1140人、減少した。2016年3月6日に、ベイアフェルデン、ヘッセネック、ローテンベルク、ゼンスバッハタールの4市町村で市町村統合の是非を問う住民投票が行われた。4市町村いずれにおいても統合して、オーバーツェントを形成することへの賛成票が多数を獲得し、2018年1月1日に、 発行することとなった。2017年5月2日、4市町村長は、これに必要な市長村境変更協定を締結した。新しい自治体の条例は、2017年9月13日に、ヘッセン州内務大臣、ベーター・ボイト及び、ダルムシュタット行政官区長官、ブリギッテ・リントシャイトによって承認された。2018年1月1日の合併成立時の市長は、 ヘッセン州政府によって、エゴン・ショヤーマンが指名された。2018年5月28日に行われた、市長選挙決戦投票で、クリスティアン・ケーラーが当選し、同年7月1日から6年間の任期につく。ズンガラ、斜め4分割。上部は銀字に黒い鹿の角。角の間に赤いオークの実。向かって、左は赤字で、白いアーチの上に白い十字架。 両脇に6つの突起がある銀の星。向かって、右は赤字に、銀の輪。下部は銀字に、赤い舌と爪を見せて直立する黒いクマ。この紋章は、ヘッセンの紋章研究家、ディーター・クリーガーがデザインした。ありがとうございます。